原発問題についてですね、若干お話しさせてもらいたいと思っております。福島の事故がありまして、その後関東に思いっきり浜岡原発を止めました。でこの影響でですね、玄海とか伊方原発とか少しの原発、点検所のものについても稼働を見合わせるとか、こういう電力についても止めようという話になっております。しかしながらですね、原子力発電所、原発というのはですね、動いているやつは止めたらそれで終わりじゃないんですね。止めてもですね、燃料が消えるまでずっと冷やし続けないといけません。本当にですね、今すべきことはですね、原発を止めるんじゃなくて、原発、動いている原発をもし事故があったときに安全に止められるような対策を取りながら動かしていくことだと私は思っております。そうしないとですね、夏場に限らずですね、もう電気が止まってしまいます。電気足りなくなったらどうなるのか、病院とかですね、いろんな工場とか、そんなところでですね、電気を止められないところ、止めちゃいけないところ、そういうところに本当にですね、影響が出てきます。そうなるとですね、人間の命にも関わってくるんですね。人口も周期止まったらですね、本当に死んじゃうことが結構たくさんいますし、産業とか工場とかで電気が止まりましたら、これもう品物が作れなくなるんですね。そしたらどうなるか、日本で作れないから外国に出ていこうということで、産業がですね、どんどん出ていってしまいます。こういうことですね、今ただでさえですね、若者のですね、就職する道がありません。失業率10代は 10% と言われています。で工場がですね、ますます出ていけばですね、もっともっと失業率上がっていきます。そうなったらですね、本当に日本おしまいなんですね。なぜかというとですね、失業者が増えるとですね、税収落ち込みます。社会保険で年金、あれも掛け金どんどん落ちていきます。するとですね、私たちがもらう年金がなくなってしまうんですよ。ほんで税収も落ち込んだらですね、東北、あの私はですね、復興なんかにも影響してきます。で、民主党の方ですね、復興債とかってですね、借金しようとしてますけど、借金したの返すの誰なんですか。あれは金なんですよね。結局働き口もなくなって、税金を納める人もいないで、借金だけが増えていくとどうなるんでしょうか。そうですね、私の未来ですね、明るいものっていうのはないんですよ。だから私たちがですね、やるべきことというのは、まずは原発を止めるんじゃなくて、安全に原発を止められるようにする対策を講じながら、自然エネルギーですね、太陽熱とか水力とか火力とかですね、あっちの方にシフトしていくということが求められるんだと思います。原発反対派の方たちはですね、実は火力発電、水力発電、稼働率50とか40とか言われています。でこれをですね、80とか90とかに持っていけば原発いらないというふうに言ってます。だから火力発電所、これを動かすにも燃料があります。燃料でですね、ガソリンスタンドに行ってちょっと買ってくるっていうふうに簡単に買えるもんじゃないんですね。ちょっとこれ小耳に挟んだ話なんですけど、四国の方の発電所、あれ伊方原発というのがありますけど、もしあれがですね、動かなかったら、本当にですね、一つですね、関西電力なんかにも電子捨てたそうなんですけど、売るどころか一つの方でも電力足りなくなるそうなんですね。で火力発電所を動かそうと思っても、電気をそう簡単に変えない。で、まあ本当に電力不足になってどうしようかという話で、ちょっとその電力関係の対策が終わっちゃったとかいう話もあります。なのでですね、本当に私たちがすべきことは、原子力発電所、これが止まったときに安全に止められるような対策を講じながら、ね、シフトしていくということが求められるんだと思います。でもう間もなくですね、反原発でも通りますけど、彼らにぜひ言ってやってほしいと思います。原発をすぐ止めればすぐ問題じゃない。ね、皆様、沿道の皆様、ぜひ彼らにそう言ってあげてください。よろしくお願いします。